電車の顔ともいえるヘッドマーク。能勢伝の電車はこれまで様々なヘッドマークをつけて走ってきた。遠くから見ると小さく見えるけれど、実はこれ結構大きくて重い。バリエーションは無限大。能勢伝社員力作のヘッドマークを紹介しながら、能勢伝の歴史をたどる。電車の中でチリンチリンとなる風鈴が夏の訪れを感じさせる。能勢伝初夏の風物詩。取り付けは大作業。今年はどんなヘッドマークになるのか、乞うご期待。電車に揺られながら新鮮なビールで乾杯できる能勢伝夏の風物詩。ヘッドマークも多種多様。暑い夏には冷たいビール。なかなか乾杯ができないこのご時世、再び笑いながら乾杯できる日が来てほしいという願いを込めて。トリックはトリート。仮装をして川西能勢口駅に大集合。能勢伝秋の風物詩。社員の仮装も本気。ハロウィン仮装ファッションショーも開かれる。おでんほかほか、能勢伝ゆらゆら、熱燗で乾杯。寒い冬にほっと一息できる能勢伝冬の風物詩。ヘッドマークもいろいろ。酒樽と一緒に電車もおめかし。能勢伝のヘッドマークは春夏秋冬多種多様。実はこんなのも走っていた。思い入れのあるヘッドマークについて。はい、一番思い入れがあるのはやっぱり改元のタイミングで掲出した令和のヘッドマークで、やっぱり元号が変わるタイミングってそうあるものじゃないので、もう次はいつ、ね、巡り会えるかわからないので、すごくこうどうしてもやりたいって思ってやったヘッドマークなので、すごく思い入れがあります。こう華やかでだけど品よくできたらいいなと思って作りました。ヘッドマークは基本的にそのイベントだったり、装飾電車だったり担当者の人の結構思い入れになるべく応えるようには作ってます。電車系のイベント、さよならとか、あとあのデビューとかの時もやはり思い入れの深い人たちがたくさんいるので、その人たちのこうできるだけ思いに沿うように作ってるつもりです。ありがとうございます。新米電車、優待電車、さまざまな電車を飾ってきたヘッドマーク。一部をちょっとだけご紹介。
他にもまだまだたくさんのヘッドマークが、いろいろな電車が走ってきた。一部をちょっとだけご紹介。能勢電鉄平野駅、コンビニイズミン前の能勢電オリジナルガチャガチャ。平野駅限定のこちら、なんとミニチュアのヘッドマークキーホルダーが当たる。ぜひぜひ回してみてほしい。